皆さんこんにちは。メガネショップマクト銀座店の白玉でございます。本日ご紹介いたしますのが、メガネのレンズについてでございます。当店のメガネレンズの、ご注文でございますが、主としてはホヤ、さん、ニコンさん、東海光画さんの3社がメインとなっております。で、通常の球面タイプや非球面タイプのご注文ですと、主に法屋さんで、ご注文をしております。例えばですね、お客様の度数等によって厚み、歪み等が違ってきます。またこういった感じですね、フレームカーブが浅いもの、若干フレームカーブがこうあるものや、さらにこうフレームカーブが深いものがございます。こちらですね、例えばこういったフレームカーブが浅いものですと、非球面レンズといいまして、カーブが浅い、歪みが少ないものをお勧めしております。度数が強い方でも、薄く綺麗に仕上がるとして、今ですとご注文が多いレンズですね。次ですね、こういったフレームカーブが若干あるものですね。こういったものですと、やはりレンズカーブがある球面タイプというものがおすすめになりますね。そうしますと、無理にですね、非球面レンズを入れてしまいますと、デザインが崩れてこうなってしまうところを、フレームカーブに合わせてレンズカーブを入れますので、きれいにこう反ったものが仕上がります。次にこちらですね。さらにこう、フレームカーブが深いものですね。こうなりますと、球面レンズでも、合いませんので、例えば当店ですと、カーブレンズですね。そういったものをお勧めしております。ただですね、カーブレンズですと、度数が強い方ですと、制作範囲内がございますので、難しい場合がございます。その際はまた詳しくご説明いたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。また店頭にご来店いただきましたら、このようにですね、レンズガイドというのがございまして、お客様の度数に合わせて、おすすめのレンズをご説明いたしますが、これですとやはりお客様だけですと分かりづらいので、お店におりますスタッフがですね、分かりやすく詳しくご説明いたしますので、安心してご来店お待ちしております。では本日は以上でございます。それではご来店お待ちしております。ありがとうございました。